麻薬取締法違反で逮捕され、日本中に衝撃を与えている、ピエール滝。そんなピエール滝容疑者だが、逮捕後の取り調べが困難だという。コカインを摂取したとして12日に麻薬取締法違反、使用、の疑いで逮捕された電気グループのメンバーで俳優、ピエール滝容疑者、51。 佐紀容疑者をめぐっては、関東信越厚生局麻薬取締部、マトりが昨週から内定を続け、逮捕にこぎつけた。ただ、芸能人の場合、捜査が難しくなるのは取り調べの段階だという。伝説のマトりが芸能人捜査のリアルな裏側を明かす。 元厚労省関東新越厚生局麻薬取締部捜査第一課長の小林清氏76は1980年に元ビートルズのメンバー、ポール・マッカートニー76を大麻取締法違反、所持、で現行犯逮捕したことで有名だ。 麻薬捜査の端緒は情報提供から始まることが多いが、小林氏は、ターゲットに近い人物からの情報が有力だと話す。芸能人の場合、芸能プロの人間が一番いいが口が硬い。次に対象者が出入りする場所、行きつけのバーの従業員などの場合がある、という。 情報を得るには、常日頃から信頼関係を構築して、協力者の弱みにつけ込むのではなく、相談に乗るような関係が重要だ、と小林氏。情報を入手すると、取締官は住所や電話番号、メール、車を割り出し、尾行や張り込みで立ち回り先を把握する。芸能人は名前と顔が知られているので、 仲の良い人物に買いに行かせることが多い。そのため、売人の情報などは事務所の後輩など同じ芸能人仲間から入手することもある。売人の上の方には暴力団関係者がいることも多い、情報と内定の結果が一致すれば、検挙に向けて家宅捜索に入る。 滝容疑者の場合、自宅や車を固く捜索され、任意同行後に尿を調べるとコカインの陽性反応が出た。芸能人の場合、難しいのが逮捕後の取り調べだと小林氏は明かす。役者の場合、どこから情報が漏れたのかを念頭に置き、私はやっていない、といった台本を頭に入れてくる。 自分をそう思い込ませるから、なかなか落ちない。取締官も捜査には根気が必要だ、という。このため、長いキャリアの取締官が取り調べを担当することも多く、最大20日間の交留期限の直前に供述するケースも少なくないという。滝容疑者は、勘落ち、するのか